シェーナー、皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日はですね、リカパパじゃなくて違う方がゲストで、お越しいただいてます。今までスウェーデンの幼児教育についていろいろ質問をいただいていたんですが、まあ、僕らなかなか答えられなかったんですが、あの幼稚園教員になるためにスウェーデンの大学で勉強中のあゆみさんに来ていただきました。子シリーズ企画として、こうあゆみ先生に聞くスウェーデンの幼児教育として、第3回に分けてお伝えします。ふたりパパということで、あゆみさんいらっしゃいませ、はい、お邪魔します。皆さんすいません、急に突然今日はリカパパじゃないんです。でもあの前にもね、うちの二人パパの動画には出てもらっていて、うんうん、そう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 、去年の5月、息子の社会科見学みたいなやつで、うん、あのぜひね、見てない方見ていただきたいんですけれども、うん、先ほどね、冒頭にもお話しした通り、あゆみさんはスウェーデンの大学で、うん、幼稚園の先生になるための勉強をしている、うん、だいたい3年半だって。3年半、うん、そうです。で、もうほんと近くに住んでるから歩いて来れる距離に、うん、いつも仲良くしてもらってるんですけれども、うん、本当にたくさんの質問で、うん、特にやっぱあゆみちゃん の動画が出た後、もっとこう、うんうん、スウェーデンの教育について聞きたいって言われてて、うん、そういう動画撮ろうねってずっと言ってたんだけど、うん、なかなかね、時間がなくて、でも今回こういう機会があったので、うん、まあ、3回に分けていろんなテーマに分けてね、お話ししていきたいなと思ってます、うん、はい。でまあ、前置きではあるんですけれどもね、もうあゆみちゃんも今まだ勉強中っていうこともあるし、うん、ただ実習とかフィールドワークとかで、うん、実際に幼稚園に行って見たり聞いたり感じたことっていうのとかを、まあ、経験に基づいて勉強したことをこうお話ししてもらおうかなと思っているので、うん、まあ、もしかしたら全ての幼稚園で、うん、がそうってわけではないかもしれないんですけれども、うんうんうん、まあ、参考にしてもらえたらなと思っています。ふたりパパ。さあ、ということで、うん、今回はタイトルでね、スウェーデンヤダを褒める幼児教育っていう風にこうタイトルをつけたんだけど、うんうん、これ結構僕が前に聞いた時に、うん、あ、そうなんだと思ってすごいこう聞いてみたかったことなんだよね、うん、なんかどう？これはね、私が実際一番最初の実習で見てすごい感動した、私もね、うんうんうん、あ、すごいなって思った一つなんだけど、うん、まあ、例えば子供同士でなんかちょっとね、なんか喧嘩じゃないんだけど、まあ、なんかちょっといざこざみたいになることってすっごいよくあると思う。もう世界全部そうだよね。そうそうそう。で、その時にやっぱ子供がうんとかって言ったりとか、例えばこれ僕のだよとかってね、物の取り合いとか、そう、物の取り合いとか場所の取り合いとか、うん、そういうの日常茶飯事で起こるんだけど、うんうんうん、まあ、そういう時にね、例えば日本でよく見るのってな、公園でそういうことがね起こっちゃったりすると、ほら、お友達に譲ってあげなさいとかなんかこう、なんだろう、仲良くねみたいな、はい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 、やんわりねこう言われるんだけど、はいはいはい、私が見たのはそこでノーってちゃんとこうね、子供に対して先生が即座に、あ、ノーってちゃんと表現できて偉かったねみたいな、はい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 、そこをそのポイントを褒めて、でしかも例えばそのノーって言ったことに対してその子がね、その取り上げ、その相手の子が取り上げようとしたことをやめたら、うんうん、それもまた褒めるのね、あ、ちゃんとお友達の、ノーっていう意見聞けたねっていう風に言ってるのが素晴らしいなって私は思って、確かにそこをわざわざ褒めてるのを聞いたことはないかも、うん、僕も日本で見かけたことは私はない。ちゃんとノーって言わなきゃダメよって感じなわけでしょ、まあ、ダメよってこと言い方はないか、ノーって言っていいんだよっていうこと、はい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 、しかもそれを相手はそのことも尊重、それはしなきゃいけないんだよっていう感じかな。で、そこの幼稚園ですごく取り組んで、その時取り組んでたのが子どもの権利条約、ちょっと難しいんだけど、まあ、国連から出てる子どもの権利条約っていうのがあって、はいはいはい、で、まあ、スウェーデンのカリキュラムってそれにも基づいて作られてるんだけど、うんうんうん、でなんかカリキュラムの中にもやっぱりその相手のことを尊重する、うんうんうん、で、まあ、相手がどんな考えであってどんな意見を持ってて何を信じてたとしてもそれを尊重する、それをこうなんて言うんだろう、自分の意見だけでこうのなんていうの、排除するんじゃなくて、うんうん、それを尊重するっていうのがすごい大事なのね、うんうんうん、その相手の意見をさ尊重するっていう言葉をさ、うんうん、言うとさ、それは日本でもやってるじゃんって思いがちなんだけど、多分僕が思うのは、うんうん、なんていうのかな、相手の意見を、なんか相手の
なんか自分と違う意見であることを認めるところまでは言及しないよね、うんうん、なんか私がすごい日本で全然違うなって思うのはそのまずノーをはっきり言わないことそもそも、うんうんうん、でそ言わないからこそ私たちはなんとなくあこうじゃないかなって相手のことをなんとなく尊重してるのね、はいはいはい、こう例えばなんかあみっつんこうしてたからあこうじゃないかなじゃあ私こうしようかなって勝手になんか思うんだけど、はい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 、こっちではあのイエスはイエスだしノーはノーなんだよね、うん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 、何を言っても、うんうんうん、でそのことを尊重するって感じ、はい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 、なんか勝手に私が深読みしてこういうことしてたからこうかなじゃなくてノーって言われたからさ空気を読むってこと空気を読むそれは教えられませんみたいなねここではねそれはないはいはいはいあとなんかその、うん、その人と意見が違うことを良しとしない気はするよね日本の方が日本だとねだから、うん、意見が違ってもいいてかそれが前提っていうかねもうこれだけのたくさんの人がいてしかもスウェーデンってね今多国籍になりつつあるっていうか、うん、移民の人がたくさんいて、ねまあ、私たちも移民なわけだしだ、ねうん、これだけバックグラウンドが違ったらねそれは同じ意見になるはずがないみたいな、ね、でまああの3つんとかだったね LGBTQ の人たちの考え方もあるし、うん、そういう生き方もあるしそういうのもひっくるめてスウェーデンの社会なわけよねそうよねそうでだからその受け入れるってことはもうスウェーデンで生きていく上ではもう避けられないは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 いっていう感じかなでそのただ空気を読んでるだけじゃ何にも進まないよねいやもう無理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 そんな読み切れないありすぎてそうだよね、うん、多様すぎてもう読み切れないから分かる分かるそう表現されたものはあなたはこういう人なんだねっていう、うんまあ、尊重するっていうか、ね、その中にその、あのノーとかストップっていうのも含まれてるっていう、はい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 、私のまあ捉え方かなそうでも俺一つちょっと質問があるんだけど、うん、そう言ってものの取り方俺一つちょっと質問があるんだけど、うん、そう言ってものの取り合いになったっていうのをさっき例に出したけどそれでこのどっちもなんていうの嫌だってなってその意見が合わない時っていうのはどうやって解決するの、うん、でそれを解決するのに話し合わせるのよはいはいはいこっちはね大人が決めることじゃないのそれはあ大人だって私の意見じゃんそれってはいはいこうした方がいいみたいな、ね、そうそうじゃなくて、まあ、例えばそこで解決がしなかったとしたらじゃあねあのどうしてねこれは今使いたいのとかさ、はい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 、どうしてそうなのってまず聞くわけよね、うんうん、でその相手の子今どうしても使わなきゃいけないのかもしれないし、うん、その意見を聞くわけ、うんうん、その上で3人で解決していくって感じ先生はあくまで仲介者みたいなそうサポートなのよね、はいはいはい、私たちは別になんか何かを決める人じゃないのよ、はいはいはい、そんな大人って偉くないわけ、はいはいはい、そんな大人って偉くないわけそうそう私たちは別に偉くないわけその、はいはい、なんか日本だと結構やっぱね大人の権限が大きすぎるっていうか、うん、結構ピラミッド状だなって私は結構思っててあのさ、うん、ごめん話途切れちゃうけど、うん、あゆみちゃんも幼稚園の先生ではないけれども、うんうん、そうい う, こう教育に関わる仕事を日本でもしてたんだよねしてたその時にやっぱりそういうことを感じた、うん、やっぱり大人と子供の関係性として、うん、なんかもう大前提としてその私日本で教育現場にいて塾の講師とか塾の講師だったらやっぱり教える、うんうんうん、やっぱりもう上なんだよね私の方が、うん、私の方がたくさん知識があって教える人教えられる人みたいな受け身子供は受け身生徒は受け身っていう感じだけど、はいはい、そもそもスウェーデンの教育ってこうなんだろうその考えるように私たちが促すとか、うん、こう私たちが上からものをね知識を与えるわけじゃないのよその私たちが決めたり命令したりとか、うん、やっぱそういうの日本ですごいよく見る気がするんだよね実際にでもスウェーデン の, その実習とか行った時に他の先生とかっていうのはちゃんとそれを実践されてる感じだった、正直あのね実際にでもスウェーデン の, その実習とか行った時に他の先生とかっていうのはちゃんとそれを実践されてる感じだった、正直あのね全員ではないっていうのはそのスウェーデンの教育現場っていうか、まあ、幼稚園、うん、私が、まあ、一応こちらでは修学前学校っていうのが一応正確な名前なんだフォシュコーランプリスクールっていうそうだねプリスクールだねそうで、まあ、一応僕らは便宜上幼稚園って言ってるけど、うんうんうん、でそれってあの日本で今ある多分認定こども園だと思うんだよね、はいはいはい、あの幼保一体ですよねそう、うん、で、スウェーデン の, その幼稚園も、まあ、教育の場であり子どもを預かる保育をする場で両方なのね、うん、だから先生はあの幼稚園教諭の資格を持っている人プラス、うん、
保育士の免許を持っている人、はいはいはい、混ざってる状態だよね。そう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 、両方いるのよね。であゆみちゃんはその幼稚園の教諭の方の、うん、そうだから教育をメインにこう責任を持ってやる、まあ、立場なんだけども、でそうするとさ、保育士の人って保育の方を学んできたから、うん、教育の方は、まあ、学んでるだろうけど、カリキュラム同じではないのね。そう、同じではないのよ。その責任があるのって幼稚園教諭だから、うん、だからやっぱり、まあ、ちょっとこれは偏見も混じるかもしれないけども、あ、素晴らしいなって対応してる人ってやっぱりそれだけ、はいはいはい、まあ、3年半とかね、まあ、ちょっとそれ分かんないけど、うん、研究文献とかもたくさん読んで、はい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 、教育についてのことをこうたくさん学んできた人だろうなっていうのは、私はすごい感じたのは、やっぱりなんかその幼稚園教諭とその保育だけの人とか、あのたまにアシスタントっていうかさ、はいはいはい、病気で先生が休んだ時に、うん、そう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 、非常勤で来る先生とかって大体資格が何もない人とか多いのよね。そういう人も来てるの、入ってるの、ね、結構いるのよ、うん、でアルバイトというか、まあ、うん、そうだね、アルバイトパートタイム的な感じで、うん、でそういう人たちってやっぱ学んだことがないから、まあ普通のお母さんとかさ、お父さんみたいなぐらいの知識じゃない、どちらかといえばね。でそういう人たちとこの幼稚園教諭の人たちとの、判断の違いっていうのが、子供にストップをかけるのが学んでる人すごく早いのね。あ、ダメだよそれってすっごい早く言うのね。はいはいはい、はい、いやちょっと俺も 今自分もすごい思い当たる節がめちゃくちゃあるから、うん、でもお家だったら分かるよ。だって別に教育について学んでないのも、うん、それは分かるんだけど、幼稚園でそのいろんな学び方をしてきた人が集まってるところだと、うんうんうん、私それを傍から見ててすっごい違うなっていうのはよく見る。この話した気がするわ。なんか俺も前もこういう話して、うん、俺がちょっと自分がなんか心が痛いって言った時にあゆみちゃんが言ってくれたのは、いやこれは幼稚園の先生の場合と家庭の場合というのは違うものだから、私たちはまあプロだから、うん、その教育のね、そう、子どもの学習とか発達をよりこう促進させるためにはどうしたらいいかなって考えるわけで、うちらはこう愛のねパートだから全然違うから。でそれでなんかスウェーデンの幼稚園で掲げられてるのが平等な教育、はいはいはい、でそれってどんな家庭の子でも、どんなバックグラウンドの家庭の子でも同じだけの高い教育が受けられますよって今、はいはい、だから例えばさ、こうなんか私結構見つんのね、 YouTube とか見てても、うんうん、あ、すごい上手にね、なんかいろんなことを息子くんが学べてるなっていうのは結構すごいなって本当にすごい思うんだけど、でなんかほら絵本読んだりとかもすごいよくやってるし、うん、それってすごい言語の発達的にはすごい素晴らしいことなのね、はいはい、だけどお家によってはさ、そういうこと全然しないお家もあったりするし、例えば経済状況があまり良くなくて、うん、例えばさ iPad がなかったりとかスマホも持ってないかもしれないじゃない、うん、だけど幼稚園だったらそういうところも、そうだね、 iPad とかよく使うって言ってるもん、うん、そうそうそう、でそのお家ではできないことも幼稚園だったらできる、そういう教育が受けられますよっていう意味で平等な教育なのよね、うんうんうん。でちょっと話は変わるけど、うん、まあ、さっきも言ってたけど、どうやってその問題、子ども同士の解決をするかっていう時に、うんうんうん、うまくそれできた、そういうシチュエーションがあった目の前で、うん、実習の時ちょうど私その実習に行く前に、ちょうど文献を読んだりしてたテーマが、うん、まあ、保育 と、倫理と、うん、子どもの何て言うんだろう、プライバシーとか、はい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 、なんか侵害、プライバシーの侵害とか、はいはいはい、あと尊厳とか、なんか、まあ、そういう感じ、個人として、一人の人間として、個人の尊厳とかそういうテーマを学んでたんだよね、はいはいはい、でそのなんかこういうことすると子供は傷つくとか、なんかそういうことをたくさん読んだりしていて、うん、だからなんかね、やっぱりすごい聞くっていうこと、寄り添ってその子の話を聞くっていうことはすごい重視してて私も、うん、でなんか問題があったらとりあえずやっぱりどうしたのって聞きに行って、うん、どっちもの意見を聞く、うんうんうん、で、まあ、でもなんかね、やっぱり子供ってまだその表現できなかったりするからうまく、はいはいはい、でその話し合いの途中でそのやんやん言ってた子はなんか違う遊び始めちゃったりとかするから勝手に解決することもあるんだけど、でも私がその困ってる子とかね、うんうん、嫌だって思ってる子に対してその聞く姿勢を見せることがもう多分子供にとってはね、はいはいはい、そのなんだろう、あ、聞いてもらってるとか、聞いてもらってるだけで安心できる、そうそうそう、それで満足したりもするんだよね、やっぱり、うん、
まあ、それであとはその子供って意外と目の前のことにこう集中しがちだけど、他にちょっとこう気になることがあるとすって忘れちゃったりするし、それは別に悪いことじゃないじゃない。そうそうそう、あの一つのことに固執しないっていうこともあの問題解決策の一つだなって思ったりするし、理科がすごいそれうまいのよ、あの人。たまにそれ俺やられるからたまにイラッとするんだけど、今話そらしたでしょみたいな。まあでもうまいやり、子供にとってはねすごいうまいやり方だよね。そう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 、なんかでもやっぱりなんか私が思うのはその先生がここにいるっていうことが大事だなっていうか、そのまあ例えば干渉しなかったとしてもそこで解決すればそれはそれでいいし、でもやっぱ先生がいるってだけで子供って結構安心感があると思うので、多分さそれがさ日本だと、ごめんね話飛びちゃうけど、日本だと先生同じなんだけど先生がいるってことで気にするんだけど、子供は怒られるかもしれないからやめようみたいなのが僕はねすごい経験としてやっぱりこう先生っていうのはそういう立場の人だからっていう思いがあるから、先生がいると喧嘩しないとかはあるけど、それは喧嘩しちゃいけませんとかいうふうに言われるから止まるだけじゃない？で、なんかね、一見同じように見えるけど、そうなの、そのね、先生がこの何々したらダメだよ、ダメだよ、ダメだよっていうことの何がいけないかって、子供がそこで何がダメなのかがわからないのよね。だから次またやるのよ、理由がないってこと。でまたやって怒られるんだけど、なんで怒られてるのかがわからないのよね、だからその話し合いっていうのがすごく大事で、特にやっぱりこう3歳4歳5歳とかそこら辺の子供を対象にしてるとわからないよね、確かに。そうだからその意味がないっていう感じ、その上からこう物を言ったり決めつけたりすることって、何の子供の成長とかね発達には意味をなしていないっていう感じかな、私からしたら。はい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 、よくさやっぱりそういう厳しいしつけという少子で言う、必要だっていう人もいるじゃない、それに対してはどう思う？よくさやっぱりそういう厳しいしつけという少子で言う、必要だっていう人もいるじゃない、それに対してはどう思う？コントロールしたいんだったらそれは有効だと思うけれど、はいはいはい、子どもの、その精神的発達とか、まあ、学習面だとしてもそれは多分コントロールされた能力であって、自分発信ではないから自分でものを考えることの助けにはならないってことだよね、なってないと思う。スウェーデン の、 その教育って幼稚園の頃からもう長期的な学習っていうのを目標にしてて、その学びたいっていう思いがまず前提にあるじゃない、はいはいはい、その自主的な学びってさ、これやりなさいって言われてるからやるのって意味がないわけよね、はい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 、宿題だからって言われてやっても、まあ、できるけどね、そこでできることって能力伸びることってあるけれど、そうじゃなくて、あ、どうしてこうなるんだろうっていうことから自分で調べて、あ、こういう風になってるんだって、こういう積み重ね、はいはいはい、でその、その原動力っていうかね、そういうことを幼稚園でこう育てたいんだよね。学びって楽しいんだよ、ね、遊びながら学んだりとかして、こういう発見をこう自分で、なんだろう、探求して、あ、こういう風になってるんだって知ることって楽しいんだよっていうのを、まあ、私たちは伝えたいんだけど、それが全く育たないよね。はい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 、でそれがその小さい子でもちょっとね、音楽始まっちゃったからちょっと今日はこれでおしまいです、ね、ちょっとねもう話足りないんだけどまあまたこれからあと2回3回続いて見たいと思います。ぜひコメント欄にいろんなコメントいただけたら、ご感想いただけたらと思います。ヘイドー。